ところにありこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、完全攻略やっていこうと思います。今シーズンは周回できます。周回は可能です。めちゃくちゃしやすい。で、難易度は、ちょっと難しいです。なので、慣れる必要はありますね。まず、1回から、結構難しいです。まず、あまり先に進まないことで弓で倒すこと、これが、まあ、コツかなと思います。 OK、 とにかくこのねリッチと召喚してくるやつ、こいつがね鬱陶しいの、とにかく鬱陶しい。なのでこいつらをできるだけ早めに倒すことがコツかな。でここに、待機してるとこう虚無ってくるのよね敵が。まあ、こいつは来ないけど普通の雑魚敵はここを通ってくるので虚無ります。でそこを、攻撃してあげるとうまいこと、倒せるかと思います。虚無らせてから攻撃するといい感じにダメージ与えれますので。 OKOK ナイス。で今回弓がものすごい強いのよ。爆発の弓が、爆発のボウガンか、あれを、使っていきます。で1回でクレイモア取っていきましょう。まあ、これがね中盤までのメイン装備になります。で追い打ちとエイリー入れてください。いきます。でまずはここから倒していきます。ノックバックあるので注意してください。ですぐに向こうには行かずにそこでラビジャーを倒した後に進みますね。よし OK。 でこれだけ倒したらあとはこっちに行きます。行かないとあっちにねラビジャー出てきますのでちょっと面倒くさくなるんですね。よしナイス。食べ物がいっぱい出るからねやられることはないと思います。で向こうには渡らずにここで倒す。 OK、 おしまいですね。あーまだいた、まだいた。はい OK。 で2回クリアです。安全に行きましょう。コグクロスボウを取っていきます。でコグ2、持続性1ですね。よし。でここもね先には、進みすぎないことで、敵が、あー今のは失敗したけども、出た瞬間にこの範囲攻撃で潰す感じがいいです。出た瞬間に潰していく。ちょっと待って、あーまたタイミング悪い。出た瞬間に潰していくともう火ダメが少なくていいよね。 OK。 よし。はい、まああと2体ですね。終わり。3体クリア。ちょっとここは注意しないとダメージが結構でかくなります。ドラを取っていきますね。でここも注意、クリーパーがものすごい出るんですよ。なので、まあ、注意しながら倒していきましょう。で途中でエンチャンターがものすげえ出てくる時があります。でそのエンチャンターをうまく倒してください。ここかな。で倒したらすぐにこっち逃げる。もう中央の部分では戦わない、これ鉄則です。よっしゃ OK、 終わりですかね。まあ、とにかくエンチャンターは速攻で倒して、真ん中から逃げる、そういう感じでいきましょう。ここは何もいりません。んでもって、違う違う、何も入れない、何も入れない。エンチャントは取っといてください。よし。で、ここ、結構、火ダメがでかいです。結構でかい。ので、
注意して戦いましょう。特にね、マグマキューブ、あいつはすげえ注意していってください。出てくるかな。よし、 OK。 ちょっと後ろに下がりながらやるとうまく倒せるかな。 OK。 できれば矢はね、温存しときたいんだけども、まあまあ危なかったらどんどん使っていってください。もうやられちゃったらね、それで終わりなので、やられないように、まあ、立ち回りましょう。 OK。 5回クリア。個人的には5回結構嫌いですね。でここで来ました、爆発クロスボウ。これがものすげえ強いので絶対取ってください。ダイナモだね。で次ここをクリアした後に、ダイナモをまたパワーアップさせます。でできるだけダイナモ、ダイナモじゃないや、矢は温存しておきたいんですけども、ま、危なくなったら使ってください。結構ここね、ブレイズが欲しいのよ。 OK。 よっしゃ、ま、結構動きながら戦うと戦いやすいかな。 OK。 よっしゃ、今回パンが結構いっぱい出てきてくれたんで、まあ、大丈夫なんですけども、まあ、パンが出ないときは動き回りながら炎をあまり食らわないようにいきます。でここで亀ですね。亀取ります。で商人でクレイモアをあげます。爆発のクロスボウをあげたとしても、そんなにねパワー上がんないんですよ。なのでここはねクレイモア上げていいと思います。星夜に変えます。でダイナモをね、エンチャントを入れた後に増やしていきます。あ、ミスった、ミスった。ここで無限入れてから増やしていってください。そう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 。でこの回はクリーパーばっかりです。うまいこと、起爆していってください。クレイモアがもう強くなってるので、まあ、大体大丈夫だとは思うんですけども、重なってくるとちょっと倒せない時があるんですよね。ここはちょっと注意、まあ、うまいこと、起爆してあげてください。爆発して倒していくっていうのが一番簡単かな。よいしょ。ついでに倒してくれるんで。はい、8回クリアでーす。まあ、ダメージもらうとかなり痛いので注意。でここでエリクサーのカバン取ります。 OK。 OK、 いいね。でこれが出たらば、あ、ミスった。おお、間違えた。間違えた。ミスった。2発目の振り下ろしをドラをつけて打ってください。そうするとワンパンで倒せます。まあパワーポーションか影が出た時ですけどね。まあどちらかは大体出るかと思います。でここでスノーに変えましょう。でエンチャントでクールダウンですね。でここもね鬱陶しいんですよ。ここ鬱陶しい。で戦う場所っていうのが結構重要かなって思います。こっちで戦う、ここで戦うとまあまあそれなりに安全にいけます。ここはね、ほんとにね、うっとうしいのよ。あ、ミスった。OK。まあ、食べ物はね、いっぱい出すんで、
ワーポーションが出ればものすごい安心です。おいおいさあ、こいつらのもうほんと相性が悪いのよね。ノックバックしてくるやつがバンバン出てくるんで、すげえ戦いにくい。よっしゃ、オッケー。で特にステージの中央で戦うとまずもってやられると思うんですよ。なんで必ず戦う場所はこのゴールの手前、こっちで戦うように。そうするとそんなにねまとめて出てこないので、安全かなと思います。んでここは何もいりません。先進みましょう。んでここで爆発を上げます。ダイナモがまた1からになりますけども、ダイナモを上げていきますね。無限です。でもってクールダウンも上げてください。クールダウン重要ですよ。これエリクサーのカバンがすごい使えるようになるので、火力アップには絶対必須かな。さあ、おお抜けてきたね。よしナイス。危な危な、オッケー。でもってあとは大丈夫かな。よし、エンチャントされたクリーパーには注意してください。ワンパンで倒せないからね。パワーポーション取ったとしてもワンパンでは無理かもしれない。 OK。で、ここ箱がありましたね。あそこは絶対取るようにしてください。まあヤタバが出ないでもここら辺ではもう100本ぐらいは溜まってると思うので、ここから使っていっても大丈夫ですね。で地雷取っていきます。で極力ここダイナモを貯めておきたいところですね。パワーポーションが入ったダイナモをマックスで半分ぐらい削ることができます。おナイス。なんでここでね、最大まで貯めていくっていうのもまあまあいいかなと思いますけども、まあ俺はそこまではしません。よしナイス。普通にこの星夜の攻撃だけで全然いけるんでね、そこまで急がずにかな。よし、痛い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 。よし、あれこれ影のブリューは取らないようにしましょう。影のブリューは よろしくない。よし、あぶねえ。この反射ダメージでねものすごいダメージもらってしまうので、影化はしないように。あとなんだっけ、エルダーガーディアンか、あれを召喚しやすくなるんで影化はしないようにしましょう。 OK、 ダイナモ溜まった。よし OK。 まあ途中で HP 半分ぐらいになったらぶっ破して倒すっていうのもいいのではないでしょうか。まあ俺はしませんけどね。はい、どんどん行きましょう。でもってエンチャント入れれるんだけども、まだ入れておりません。 OK。 いやもう入れていった方がよかったか。まあいいか、もうぶっ走っていって大丈夫。うわ食らうな。ここまで食らう予定はなかったんですけども、 OKOK。もうちょっと近接では厳しいですね。でももうそんなに階層もないのでガシガシ使っていって大丈夫です。一回クリアするごとに、よしよし、矢は10本ずつ回復しますので、
まあまあ大丈夫でしょう。オッケー。パワーポーション取ったダイナモはもう無敵です。オーケー。140本、あ、まあまあ大丈夫かな。ちょっと耐久力がもうちょっと欲しいところだけども、まあこれ以上はちょっとここら辺では無理かな。いけい。はい、もうほんとこのダイナモ爆発が最高ですね。で、ここいりません。いきましょう。もう無限欲しいんだけども、まあまあ後で入れて大丈夫か。クールダウン先に入れときます。ダイナモに重要なのはパワーポーション、あれがあるとね、やっぱね確実にワンパンで倒していけるんで、お得ですよね。イエイ、欲しいね、ほんと。しゃ、いいね、まとめて倒せるっていうのもいい。よし、よし、オッケー、いいね。よし、じゃあこれで先に進んでいきます。いた、よいよいしょ。あ、出た、ナイス。これはもう打ちまくっていっていいよ、これぐらいあれば。で、ここでテレポートに変えます。で、変わらずクールダウンは入れてくださいね。で、無限を入れて、で、ダイナモを再度ため直さなきゃいけません。まあここでどうせこれをあげるからね。よし、できればダイナモ10ぐらい欲しい。10ぐらいあればもう確実。6でいけるか。いけるね。 OK、 全然大丈夫だった。ではボスの手前頑張っていきましょう。全部もう弓でいいです。ガシガシ打ってください。ほいほい。まだ出るよね。結構出るもんな。もうちょっとまとめて出てきてくれても構わないですけどね。あんまりまとめては出てきてくれてない。よし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 、いいね。オッケー、出た。パワーポーション取るほどでもないけど、オッケー。ではラストいきまーす。何もいりません。もうこのダイナモで戦いますのでいらないんだよね。まあ、地雷をちょっと置いてあげてもいいんじゃないですか。しゃあ、18回クリアです。まあ本当今回は、爆発のクロスボウ、これが鍵です。違う、いら、あー、ユニークだったらよかった。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。